こんばんは。こんばんは。お疲れありがとう。こんばんは。こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。すごい、なんかバレンタイン仕様にめっちゃなってて。ギフトありがとう。こんばんは。皆さん、音声がいつもと違う？嘘。一緒じゃない？お疲れ様、マイハニー。そうだよ、マイハニーだよ。実家じゃない、実家じゃないです。うん、え、響いてる？マイク当たってない。クッキーありがとう。お風呂みたい。あー、お風呂場が近いけんかもしれん。あー、もうお風呂入ってきた、さっき。こんばんは。愛媛、そうです。明日が愛媛でお仕事なので前乗りしています。やっほー愛媛。チョコありがとう。反響してる？聞きづらいですか？大丈夫？ありがとうございます。そう、なんか温泉ついてるんですよ。温泉入ってきました。私しかいなかった、一人で入ってきた。広い温泉に。うん、あったかかった。ありがとう。なんかでも広いのになんか一人しかいなかったらちょっとそわそわするんですよね。温泉入ってきた。なんか露天風呂あって露天風呂入ってきました。なんかこの時期の露天風呂寒すぎ。いや、まあ、暖かいんですけど、外が寒すぎて。泳いでません。泳いでないわ。イントネーションが違う。出た、イントネーション警察、アクセント警察。本当にまだ。ありがとうございます。なんて言ったかな、もう言わんとこ。あんまいないの、一人ですよ。いやー、すぐに指摘されるんで。おこです。今日は噛みつくね。いいえ、もう毎日噛みついてます。今年噛みついてるんです。今日だけではありません。もう今年一年噛みつきます。ありがとう。
とう。クッキーありがとう。髪の毛茶色に見える。なんかね、今日美容室行ったんですよ。で、あのでも全然時間がなかったから前髪だけ切りに行ったんですけど、その時になんか、まいさん髪の毛茶色になりましたねって言われて、えみたいな、なんかちょっと茶色っぽいですよって言われて、そう、なんか、いや黒いんですけどね、なんか所々茶色に見えるらしいです。うん、焼けた、日焼け、照明焼けあんのかな、わからん。なんかちょっと茶色くなってるらしい。そう、ドライヤー、アイロン焼けとかするのかな。うん、なんか茶色くなったらしい。ちょっと傷んでる最近髪の毛。そうなんですよ。なんかこのあとどうするんですかって言われたから、いやこのあと愛媛行くんですよみたいな話してて、でホテルとかってなんかパジャマ持っていくんですかって言われて、で持っていかないですねみたいな、なんかホテルでのパジャマの話になって、でなんか、え、じゃあ何着てるんですかって言われて、で、みたいななんか私なんかホテルであんまり服着ないんですよ。なんか着ないって言ったらすごいちょっと誤解を招くんですけど、なんかなんていうのかな、なんかあまり肌に なんかつけない状態で過ごすんですよ。でなんかいやって言ったら、なんか、みたいなこと言われて、なんでみたいな。で、マイさんってラ族だったんですかって言われて、いや、なんか、別になんか家とかでそういうわけじゃないんですよね、みたいな。なんかホテルで、いやね、これにはね、わけがあるんですよ。聞いてください。なんか、私、なんかもうホテル着いた瞬間に、このホテルを出るパッキングをしたいわけですよ。言いたいこと分かりますか？だからなんかもう着いた瞬間に帰る準備をするんですよ、うん、明日帰る準備みたいなをするんですよ。だから今着てる服はもうカバンの中に入れないといけないわけじゃないですか。だからとりあえず服を全部脱ぐんですよ。で脱いで、分かるでしょ、なんかもう早くねパッキングしておきたいんですよ。次の日のもう朝とかにこうやってあって入れるの嫌だから、絶対にもう前日にしときたいから、着いたらラズ、着いたらまず一旦そうで、なんかその後にホテルにあるパジャマがあったらなんか羽織ったり、羽織るっていうかなんかまあなんかちょっとだけ着てみたりするけど、うん、そう、もうだから私パッキングしたもん。なんかそうで、なんか着ないんですかみたいな言われて、うん、すごいなんかすごいなんかめっちゃ言われて、なんかそれはどこまで脱いでるんですかみたいな。寒くないよ。そうなんです。パン一、うん、パンツが一つとは限りません。エロい、エロくないわ。2枚履いてないです。別に2枚履いてるわ、2枚履い
あーもうダメだこりゃ2枚っていうかなんかなんだろう、うん、毛糸？あ、あ、そんな感じじゃないですかねなんかでも絶対私と同じような人いるんですよ。あのこのコメント欄にもきっとあのホテル行ったら服全部脱ぎますみたいな人。全部とは言いません別に。ありがとうございます。まひちゃんの帰ってきたの、うん、でこれもねエピソードがちょっとあるんですよ。わかりますよやっぱり一応着てる二人部屋だったら、あああのこういうのは脱ぎますね。なんかキャミソールとかになる多分。相手によりますなわけしい、でも絶対もう着いた瞬間に次の日の服を出して、で ある程度脱げる範囲のものは全部脱いでもパッキングして、絶対に明日も、しかもなんか奥底にしまいたいんですよ。あの底にもそう。あでもこれはあれですよ、あのこれ下にホテルのパジャマ着たから上は自分のさっき着ました。準備早い。え？何？え？って何ですか？服着てるんだからいいじゃん。どういうこと？何の絵ですか？すっぴん。そうだよ。さっきさお風呂入ったからさ、めちゃめちゃもう顔が薄くて薄くて、なんてことだ。攻めてますね。攻めてないですよ全然。自然。朝もお風呂入りたい。多分ありがとうございます。コンプライアンス守ってるんですけど結構ありがとう。サウナなんかねないんですよ。なんかねコロナの影響でサウナ最近なんか封鎖され気味。悲しい。まあ、でもサウナ自分向いてないんでいいんですけど。
そうな、うん、なんか今日のマイク一瞬ククアに見えた。もうやめてよ。違うけ。ココアさんの真似。ココアさん元気かな。勉強大変そうだ。いいね、ありがとうございます。似てない、似てる。ココアさんずっと会ってないんですよね。ココアさんはね、受験してます。そう、すごい。もう私本当になんかココアさん本当すごいって思ってて、もうね、しかもこの間こうカメラロールを漁ってたんですよ。そしたらココアさんの動画がめっちゃ出てきて、なんか私多分お話会とかがあるたびにココアさんをよく撮ってたっぽくて、でそしたらさ、なんかその動画とか写真とかいつもその机の上にね、あの勉強してるなんか参考書とかノートとかが開いてあって、毎回勉強してるんですよ。多分夏ぐらいのなんですけど、すごい、そう、ふわーと思って毎回勉強してた、えらい、うん。道中もしてた。なんか偉いですねとか言ったら、いやなんかもう見とかんと安心せんのよみたいな言っとって、マジか。すごい、ありがとうございます。すごいねえ。9はもう勉強しないの。9は勉強してない。9も勉強したい。勉強できない。なんかあれなんですよ、圧倒的に足りないもの、集中力、私に足りないものはもうね、本当に集中力なくて、なんかそれは勉強だけじゃなくてあれでも思います。その振り入れとかでも思います。なんか公演前とかの、もう僕恋とかもそうだったんですけど、毎日3曲とか振り入れするんですよ。なんかそしたらさ、もう3曲目ぐらいだったらもう頭がもうぼーっとしてきて、集中力がもう全然もうなくなって、もうなんか覚えがめっちゃ悪くなるんですよ。だから集中力ないんだな。一曲目は振り入るんだけどね。すぐ覚えるの誰か、誰だろう。でも葵さんとかめっちゃ早いと思う。すごい早い。バレエ、バレエと全然違う。うん、一曲どのくらいの時間で覚えるんだろう、わかんないや。難しい曲だったら割と結構時間を要するんですけど、あとワンハーフかフルかにもよって変わるかも。振りどうやって覚えるか、見る、
もうフリ動画、フリ V 動画を先に永遠に見とく。そしたらめっちゃ入りやすい。フル大変。私が一番じゃないか、一番ではないけど割とフル大変だなと思ったのは従順なスレイブです。なんか従順なスレイブは1サビも2サビも3サビも違うんですよ。全部そのサビが全部違ったりするのが一番ちょっとうってなります。風を待つ難しそう。風を待つはもう最初見た時もうわけわかめって感じでした。なんかまずコンテンポラをしたことがなかったから。独特すぎる。難しかった。スレイブちゃんだと、従順なスレイブになろう。ルナシーさんのファンクラブの名前スレイブ。そうだよ、スレイブ席とかあるんだよ。そういうのいいよね。なんかちょっと興奮します。なんかファンクラブ名がスレイブ、スレイブ席、なんかスレイブ限定みたいな。ね、なんかファンクラブの名称がなんかそういうちょっとそう過激っていうかいいですね。STU はね船員あとは海賊、船乗り、スイフ、クルー、スイフいいね。うん、クルーもいいな。クルーの皆さん、ヘタレ？ヘタレはヘタレは私です。僕はずっとヘタレだって思ってきた。自分もヘタレだって思ってきた。じゃあヘタレだって言われてきたか。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。いい、ありがとう。
日に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 っていうかやるたびにヘタレのセリフがなんかもう染みます。染み染み画面近いはぁ今日は近めです、許してください。子猫ちゃん、そうだよ、子猫もやるときはやるよ。やばいハニー、やっほー全国のダーリン、マイハニー。いやまた定型文考えよう。なんかひめでなんか食べてないですっていうか、なんか夜遅いしっていうかね、その食べたんですよ、何時だっけ、4時ぐらいに食べたんですよ。もう本当に昼ご飯なのか夜ご飯なのかわからないくらいの時間に食べて、全然お腹が空かなくて、でも今頃ちょっと空いてきた。朝ごはん、アイスありがとうございます。なんか朝ごはんを食べる自分が夜の自分は想像できなくてなんか朝に起きれる自信がないんですよ。まあ起きないといけないんですけど、めっちゃ朝早くに起きてそのご飯を食べるっていう行為を多分朝するのかな。だからさ、その私はもうギリギリまで睡眠に使いたいんですよ。もう寝て、でも朝ごはんを食べないといけないってなったらちょっと早めに起きないといけないじゃないですか。その集合時間とかよりも、集合時間よりもちょっと早めに起きて朝ごはんを食べないといけない、それができない気がして、でも朝ごはん食べた方が絶対調子いいんだよね。ありがとうございます。あと明日の朝の自分の気持ちが分からなくて朝ごはんが準備できません。うーん、明日の朝の自分は何が食べたいか分からん。分からん。なんか毎食後に飲む薬があって、で1日3錠それを毎食後みたいな、朝ごはん食べないといけないんですけど本当に困る、朝食ないと困るけど本当に困る。こういうの困りますよね。
やれる？なんかご飯の心配してくれてる、嬉しい。うわー、みんながご飯の心配をしてくれる。食べるものある？って優しい。粉薬飲めるタイプ？うん、もう味わって飲むよ。もぐ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 。粉薬は口の中で溶けますもんね。漢方はちょっと苦いのは難しいけど、なんか美味しいやつはあるよね。ちょっと飲み物を取ってこよう。ちょっと待って。よっこいしょとか言っちゃった。私の好きなアミノサプリ。いろいろ飲むよね。そうだよ。今日寝れるかな、わかんないや。なんか今日めっちゃ寝たんですよ。めっちゃ寝たら嘘。なんか移動時間とかもずっと寝てて、なんかめっちゃ疲れてて、そうそうなんだよね。2時間ぐらい。すぐ嘘つく。ごめんごめんごめん。どこでも寝られるタイプ。そうだよ、身に危険がないとこならどこでも寝ちゃいます。いくらでも付き合うよ。この配信は0時までなんですよ。今何時ですか？25分だった。そう、じゃあしばし0時までお付き合いくださいませ。オリンピック、あ、オリンピックしてたニュース、さっきてかなんかやってた。なんだっけ、なんかアイスホッケー、アイスホッケーだっけ、なんかアイスホッケーかな、
アイスホッケーですかね、あれなんて説明したらいいんだろう、なんか棒みたいなの持って石みたいなのを入れ合うみたいな、あれアイスホッケーかな、合ってる？そうテレビ、ホテルのテレビつけたら、石じゃない、何？なんていうのあれアイスホッケー、アイスホッケーで合ってる、なんかあのサッカーの氷バージョンみたいなやつ、パック、パックっていうんですかあれ、なんでみんな知ってるの、パック、なんか知ってる、初めて知った、パック、うーん、物知らず、うん、なんか全然詳しくないよ、ゲームで覚えた、ドラマ、ドラマあったんだ、なんかそ、氷の上のスポーツってさ、なんかなんだろう、なかなか習わないじゃないですか、習い事とかでも、すごいなって思う、自分とは無縁すぎて、なんかどこでも氷があるわけじゃないからさ、なかなか習わなくないですか？いや、なんかそれ考えたらすごいなと思って、カーリング教室とかあるのかな、アイスホッケー教室とか、マイキーもスケートしたい、習い事したい、滑れません、ちょっと滑れます、滑れるでしょう、めちゃくちゃ見出そう、出ません、四国にスキー場ありますよ、スキー、あの全くしたことがないわけじゃないんですよ、あるんですよスキーやったこと、人生で2回、スキーはしたことあるよ、1回目は小学生の時に、あれ愛媛のどこなんだ、熊高原、いや違うかな、わかんない、なんか小学校低学年の時に1回、なんかね、なんかね、チクピーってのがあるんですよ、なんか何だったっけ、チクピーって何の略なんだっけ、チクの、チクのあれピーって何、どっから来たピーなんじゃろ、チクピーっていうのがあって、なんかあのピーは何なん、何のピーだ、なんかその地区の人たちでみんなでどっか行くんですよなんか水泳じゃないや、プールとか、ギリギリ何が、あ、この用語がなんで
あ、ペアレンツ、そうコメントでさB ではありませんかって聞いた。 B ではありません、 P です。もうなんかさ、コメントがさ、今日ダメだこりゃ。違う違う、本当にあったんですよ。なんかチクピーっていう、なんかあったんですよ、小学生の時にあったんですって。本当にあったの、なんかあって、でなんか今年のチクピーどこ行くみたいな、めっちゃ笑ってしまう。言われたら笑ってしまう。ダメだこりゃ。ああ、いや、あったんですよ、本当に。何の P か分かんない、あれ何 P、 何 P っていうか何の P。 あと、なんでみんなが言うから、それで行きました。ピクニック PTA、 あ、 PTA の P なの。 PTA ってそもそも何の略なん。ペアレンツ TA、 MC で、え、これ絶対愛媛だけじゃないと思うよ、みんな、え、愛媛だけなのかな、私の地域だけなのかな。え、本当にあったんだよ、なんかペアレンツ、ペアレントティーチャー、そうな、 PTA、 A は、え、なんなん、アドバイス、アソシエーション、アソシエーションって何、アソシエーションってどういう意味だ、アソシエイト、組合、あー困っちゃう困っちゃう、ダメだ、もうダメだ、話がもうできなくなりました。何言い出すのって思った。なんで、本当にあるんだよ。西日本に、いや、ちょっと同じく言ってましたよみたいな人いないですかね。初めて聞いた。なんかね、毎年行くのよ、そのなんか同じ区、区っていうんですかね、区に住んでる、地区に住んでる人たちと一緒に行くんですよ、旅行に。葵さんも言う？あ、これ葵さんに聞いてみたらいいのか。葵さんに葵さんに聞いてみよう。ありがとうございます。行くのよ、なんかね、だから同じ地区だから、その投稿班とかが同じ人と、あとまあその家族みんな含めてで行くの、そのそれぞれおのおのみんな家族と。一緒に行きます、旅行みたいな、なんかね、遊園地とか、うん、プールとか、いないかな、うん、
今日落ち込む、もう今日はなんか落ち込みます、今日はもう。ありがとうございます。何があった？聞かないでくれ。思春期やな。違うよ、みんなが思春期なんだよ。本当にそう、みんなが思春期なんです。ちょっと困ります、このルームの人思春期多いんです。夜だから、ニヤニヤが止まらない顔が赤いよ、もともとですよ。やってください、そうやって言うの。今日はそんな内容ばっかり。え、本当に、なんで？ちょっと話変えよう。なんでこの話になったんだろう。ありがとうございます。赤い好きから、あ、そうだそうだ、好きから、あ、2回目はあれですよ、修学旅行です。修学旅行、修学旅行や。どこで？え？どこですかね？なんだろうあれ、どこの雪山だあれ、どこですかあれ。なんかあの京都行ったんですよ。京都に近いとこ、京都に近いところなんですけど、なんか京都って雪ありますか？京都なのかなあれ、なんかわかんない、なんか京都ですって連れてってもらったけど、あれは何なんだろうって、ね、その今日修学旅行は京都ですっていう感じだったけど、あのスキー場がどこにあったかちょっとわかんない。滋賀県なのかな。ちょっと私のさ日本地図がさ頭の中にあんま浮かばないんですよ。四国は浮かぶんですけど、その何ですか、はい、すいません。京都も行った、京都行きたい、京都好き。冬に修学旅行行くの、そうだよ。え、いつ行ったんだろう、いつ行ったか忘れました。もうだってさ中3の時の記憶ないんですよ。皆さんありますか、中3の時の記憶。2月とかかな、こんなん。あ、でも、お寺とか行った。
ありがとうございます。なんか記憶あんまないんですよね。なんで木刀買うの？夢？清水寺行きました。あ、木刀？え、何木刀って木刀じゃなかった、木刀だった何木刀って。八つ橋買った？え、聞いてください、あの京都行ったらマジで八つ橋、あのめっちゃ、今は分かんないんですけど、めっちゃその時試食みたいなんで、本当に道のもう歩けばどこかに八つ橋の試食コーナーみたいなのがあって、どうぞ食べてくださいみたいな感じでめっちゃもらえるんですよ。もうなんか今はどうなんですかね、どうちょっとわかんないんですけど、なんかもう本当にあのお店の中にあるんじゃなくて、お店の外にももうその八つ橋をこうどうぞってやる人がいて、すごかった、もうすぐいるみたいな。ありがとうございます。うん、めっちゃもうお腹いっぱいになるまで八つ橋が食べれるくらい。その思い出今蘇ってきた。ね、八つ橋いいな、京都行きたいです。なんか和が好き、和好きなんで、なんか和装とかして歩きたい。京都でライブしたことないね。なんか STU として京都に行ったことが多分ない。その STU 入る前には行ったけど、いいですね。トトイバラありがとうございます。京都で握手会もなかった気がする。ないよ今まで京都。ないかも、あんまりいかんかな。かわいい、ありがとう。行きたいです、めっちゃ行きたい、京都いいな。なんかそう、大阪が会場になることはよくあるんですけど、そうなんですよ、京都はないですね。舞妓はん好きどすえ、なんて言うんだろう、京都弁ってなんだ、
はんなり。置いてやす。言わない？そうなの？そうなんですか？イオ弁講座やりますよ。私中村舞によるイオ弁講座。じゃあモンタよ。あんたモンタ？モンタ。モンタよは、帰ったよって意味です。家に帰ったよ、戻ったよ、モンタよ、帰ったよ。あんたモンタは、あんた帰った、家おるみたいな時にモンタ。ただいまとは、ただいまモンタ、モンタよ。まあなんか家に帰ったタイミングで使うのであれば一緒かも。モンタ、モンタ、むずい。かわいい？モンタ使ってください。モンタ。モンタよ。行ってこーわい。私の好きな行ってこーわい、行ってこーわいは、行ってこーわい、行ってこーわいって、なんて言ったらいいんだ。行こうかみたいな感じかな。なんかね、なんとかしようわいとか、行ってこーわいとか、なんかなんだろう、そういうなんか語尾つけたりします。行ってこーわい。行ってくるね。まあそんな感じかな。なんか私もなんか、なんていうんだ、なんか自然と使ってたらわかんないな。行ってこーわい。兄貴と喋ると方言出る。うん、出ないよ。出てる？出とるんかな？分からん。あとはじゃあ、もろたもろた言われんよ。これ教えます。もろたもろた言われんよ。ありがとうございます。上級？
これはなんかもらったもらったって言っちゃダメだよみたいな。あんまりそれもらったって言っちゃダメだよっていう時に、もろたもろた言われんよって。マイキューの年代でも、え、わかんない。でも使うお母さん、とかは全然使うと思うけど、もろたもろた言われんよ。うん、限定もろたもろた言われんよ。確かに、なんかその自分を言う人がいないかな、あんまり。親が子供に言うとかよくあるかも。あんまりもろともろと言われんよ。語尾に剣つける、うん、なんとかやけん。でも聞いてください、私なんか語尾の剣割と広島のも使うんですよ。広島のその方言も使うから、広島はなんとかなんとかじゃとかじゃ、うん、じゃけんは岡山かな、なんかね、いろいろ混ざっちゃうんですよね。もうけ、うん、なんとかやけとかも言うし、もうなんか混ざりすぎて自分がなんかどこの方言を話しとるかって言われたらちょっとむずい。難しいです。ミックス、フフフ、ありがとう。福岡でも確かに STU 福岡メンバー、その何ですか、2期生とかかな、結構多いんですけど、なんか福岡弁、福岡弁っていうの、博多弁か、あれ博多弁が出てるのめっちゃたまに聞いて可愛いと思う。聞き慣れん、あんまり。スキッチャー、スキッチャー、水筒よ。どうございます、水筒よ。イオベンはじゃあ好きなんよ言ってください。せい、好きなんよ。あ、いいですね、 OK です。ありがとうございます。とても良いです。結婚してありがとう。今何時、55、あ、定型文、定型文イオ弁いいね。イオ弁なんか
今度そうしよう。はあ、はあ、うん、男女予防はあ、今日なんかね笑い疲れました今日はね疲れました、もうやっぱもうダメだ、はあ、今日疲れちゃった、はい、もうね笑い疲れたんです、今日はね大変大変大変でした、今日は男女予防トオルさん、ウマちゃんさん、ウエマンさん、クマキチさん、ポンタさん、マヨタミさん、シンジさん、アーリーさん、水軍スピリットさん、タカちゃんさん、ケンジさん、ヨンキューさん、パオさん、ありがとうございます。お腹が空きました、中村舞でした。おやすみ？おやすみだね。ありがとう。スキピ。ピー。ありがとう。おやすみなさい。今何分？まだ57分だよ。皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。明日は、明日も頑張ります。おやすみなさい、おやすみなさい、好き好き、ありがとう、ハッピーバレンタイン。ありがとう。口を向いてよ、カメラはここです。じゃーん休おやすみなさい、おやすみなさい。明日も頑張ってね。明日は水曜日か。ラブ、はい、ハート、ハート、鏡が怖い。おやすみー。